これは去年作ったスーパーカーがそのままフルモデルチェンジしたって形ですね。皆さんこんにちは。実証レゴ入れだ。フルゲーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴクリエイタースポーツカーです。はい、これは今年発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこのクリエイターはジャケ買いしました。なんでジャケ買いしたかっていうと、ミニフィグが乗れるからです。3つのうち2つミニフィグ乗れるということで、これをジャケ買いしました。今年発売されたレゴクリエイターのファイアードラゴンが結構クオリティ高かったので、これもすっごい期待してます。はい、それでは今回の動画ではこちらを組み立てます。はい、では、箱を見ましょう。大きさ的に言えば、中ぐらいのサイズですね。この赤色が結構目立ちますね。僕色合い的に赤色と白色と黒色がめっちゃ好きなんですよ。僕の乗ってる自転車も赤色と白色と黒色です。で、今回こちらのスポーツカー以外にのホットロッド飛行機が作れます。いやー、これ開けるの楽しみだ。はい、では開けます。今年のクリエイターめちゃくちゃ気合入ってますよね。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと 12×1 のテクニックのピンの穴があるブロックが2本と、そして説明書が3冊です。説明書ちっちゃ。あれ、ちょっと待って、前に作ったファイアードラゴンの説明書、これのほぼ2倍だったんですけど、ちっちゃ。今回箱小さいんで、まあそれは説明書も小さいだろうかなって思ってたら、やっぱ小さかったですね。はい、では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。箱小さいんですけど、結構パーツが多めに入ってました。はい、今回の動画ではこちらのスポーツカーを組み立てます。はい、完成しました。いや、今年のクリエイターめちゃくちゃ気合入ってますね。いや、組み立てて思ってたんですけど、小さいパーツがこういうライトであったり、あとはこの側面のこういうパーツに使われてるので、結構ねクオリティが上がってます。はい、全体はこのようになってます。形的に前に作ったスーパーカーのホットロッドに近い形ですね。はい、では近くで見ていきましょう。まずここが正面部分です。この正面部分の作り込みすごいですね。いや、これはかっこいい。側面はこのようになってます。タイヤがむき出しになっていて、このタイヤは前に作ったスーパーカーとほぼ一緒ですね。ここのホイールの色が違うだけです。はい、後ろ側はこのようになってます。クリアパーツも結構目立ってて、すごいクオリティが高いです。やっぱエンジン周りのデザインかなり気合入ってますね。いや、すごい。これは去年作ったスーパーカーがそのままフルモデルチェンジしたって形ですね。そしてギミックなんですけど、まずこのように転がし走行で遊べれます。転がし走行してるこの音いいっすよね。これはミニフィグが乗れますので、ミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。このミニフィグがちょうどこのスーパーカーと色合い的にすごいベストな感じがします。はい、道路の基礎板に置いてみるとこんな感じです。何度も言ってるんですけど、この道路の基礎板めちゃくちゃ似合いますね。じゃあ次は大きさ比較いきましょう。まずはミニフィグと並べるとこんな感じです。高さ的にはミニフィグとそんな変わんないかな。次はこれです。と日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。幅はこっちの方がちょっと大きいです。はい、全長はこのようになってます。もう全く違いますね。はい、そして後ろ側はこのようになってます。まあ形的にこのエンジン排気口が似てますね。いや、もう今年のクリエイターファイアードラゴンとこのスーパーカーもなかなかクオリティが高いです。これは組み替えで作るホットロッドと飛行機、めちゃくちゃ楽しみです。はい、レゴクリエイタースーパーカーはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースポーツカーを作ってみました。いや、もう今年のクリエイターすっごい気合入ってますね。これは前に作ったスーパーカーのフルモデルチェンジと言っても過言じゃありません。今年発売されたレゴクリエイターはファイアードラゴンとスポーツカーとさらにプロペラ飛行機もありますので、これはもうプロペラ飛行機も結構楽しみです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのホットロッドを組み立てます。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ